自分の考えとは違う意見があるということをまず認めてですね、それを理解する。それがね、まあ民主主義じゃないかなというふうに思います。はい、皆さんこんにちは、青島です。今日は趣味と公共の福祉についてお話をしていこうと思います。では、スタート。まあ、世の中ってすごくたくさんの趣味があると思うんですよ。例えば僕の場合ですと鉄道模型が趣味ですけど、まあ、同じ鉄道で言えば他には乗り鉄とか、撮り鉄なんていう趣味もありますし、もっと大きく考えれば例えばね、カメラだったり旅行、ドライブ、キャンプ、あとまあおしゃれなんていうのもね趣味になるかもしれません。世の中にはたくさんの趣味があると思います。これらの趣味についての活動っていうのはですね、僕はですね公共の福祉に反しない限り自由に活動ができるし、他の人からねやいのやいのいろいろな意見を言われるものではないというふうに考えています。ここでまあちょっとね、公共の福祉というちょっと難しい言葉が出てきました。何それわかんないんだけどっていう方見えるかもしれません。まあ、公共の福祉という言葉ですけどね、実はこれ中学校の社会の時間に習ってるらしいんですよ。ですので皆さん当然ご存知だと思うんですが、まあ、分からない方が見えましたらぜひね中学校の教科書を読み直していただければと思います。まあ、簡単に説明しますと例えばですね2つの主張があってこれが対立した場合ですね、まあ、お互いに譲り合って、まあ、調整しましょうという考え方です。例えばこっちの主張ばっかり言うことを聞くとこっちの人が困っちゃう、また反対にこっちの人の言うことばっかり聞いてるとこっちの人が困っちゃうと、まあ、そういうことがないようにお互い譲り合って、まあ、この辺で妥協し合いましょうという考え方です。まあ、例えばの道路なんかで言いますと車ですね、車の運転、まあ、ある人はですね車をもう時速100キロで走らせてもうすぐ目的地に着きたいんだという人が見えればですね、当然ですねそこの道路の近所に住んでいる人たちは、道路沿いに住んでいる人たちは、いやそんなに車100キロで飛ばしてもらっちゃ困るよと、道路を反対に渡るのも危ないし、何せ交通事故が増えて危ないじゃないかという意見があります。まあ、この主張が対立した時にじゃあどうするかというと、まあ、お互いに譲り合ってですね、じゃあこの道路は時速40キロ以下で走る道路にしましょう、で道路を渡る人は必ず左右を確認して安全を確認してから道路を横断しましょうというまあルールができるわけですね。で、まあ、ここら辺はまあ当然法律ができて道路交通法というのが出来上がっているんですけど、公共の福祉という考え方から出来上がった法律なわけでございます。まあ、ではですね、まあ、趣味、特に僕がやってる鉄道模型なんかでまあ公共の福祉とどういう関係があるかということなんですけど、まあ、例えばですね公共の場所ですね、レンタルレイアウトとかっていう、まあ、多くの人が利用するような施設ではやっぱりお互いに譲り合うっていうことが必要になってきます。まあ、よくあるのがね、レンタルレイアウトで、模型の車両を、高速でかっ飛ばして脱線させて壊しちゃったとか、もしくは隣の線を走ってる人にぶつけてその車両を壊しちゃったとか、まあ、そういうことがあるわけなんですよ。で当然それはですね、もう小学生でも幼稚園児でも分かると思いますけど、他人の持ち物を壊してはいけないっていうねのがあります。気をつけて楽しむという必要があります。まあ、ちなみになんですけど他人のものを壊した場合はですね器物損壊等だったかなとかいう罪に問われる場合があります。こちら刑法第261条に次のように規定されている犯罪で、他人のものを損壊しまたは傷害したものは3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処するという決まりがありますので、そこら辺はね気をつけて楽しみましょう。じゃあ一人でこの部屋で、鉄道模型の趣味を楽しむ場合はどうなのかという話なんですけど、個人的には原則何やってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあよくね、さっきの話じゃないですけど、ここのジオラマで遊んでる様子をね、YouTube にアップしますと、やたらとね、スケールスピードのことをね、言われることが多いんです。この間の動画だと、山岳レイアウト、山岳ジオラマで試運転やった時に、速度が速いって言われましたし、昔は僕が買った鉄道模型、よく走行動画、2、3分の動画にまとめてね、走っている様子、YouTube にアップしてたんですけどね、やたらとね、スケールスピードについてはね、毎回のように言われましたね。速いとかですね、スケールスピードご存知ですかみたいなね、
で、そんなスピードで列車が走ったら中の乗客が吹っ飛ぶとかね、いろんなことが書かれたことがありますけども、まあ、個人的にですね、僕のそのスケールスピードで鉄道模型を楽しむっていうこと自体は全く否定しません。で、そういう楽しみ方があるっていうのも十分理解しています。ただですね、僕はですね、そのスピードで楽しみたいんですよ。鉄道模型をそのスピードで遊びたいんですね。なんで、まあ言っちゃ悪いですけど、大きなお世話です。一応大人なんで、どれくらいのスピードで走らせたら脱線するかってことも分かってますし、まあゆっくり走ってるね、こうゆっくり走って目の前を通過していく鉄道模型を見ながらこう眺めたりね、お酒飲んでね、こうそういう楽しみ方があるっていうのも十分理解してますけど、僕はあくまでもちょっと早めのスピードでかっ飛ばす鉄道模型が好きなんで、いつもそのスピードで遊んでいます。で、まあ余談なんですけど、まあこういう話をしますとですね、その僕の動画を見た子供がですね、真似をするっていうね、だからやめてくれっちゅうね、まあ、質の低いコメントが来るんですよね。まあご本人はですね、まあ言ってやったって感じでね、ドヤ顔でもう勝ち誇ってるのかもしれませんけどね、まあぶっちゃけ痛いコメントだなっていうふうに僕は考えます。悪質クレーマーだなっていうふうにね、該当するんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、やめてくれっていうのはね、僕に言うんじゃなくてですね、まあその実際遊んでる子供さん、もしくはまあその保護者の方ですねに伝えていただきたいですし、まあ、ちょっと言いづらかったらですね、まあ、お店の人に言ってですね、言ってもらうというふうにね、ご自分で行動することをお勧めいたします。あとね、昔よく言われたのがね、電気機関車です。電気機関車の交流型の電気機関車ってパンタグラフ2つついてるんですけど、1個しか使わないんですよね。なんかこれ電気的な理由で、詳しいことはちょっと僕はあんまり詳しくないんですけど、なんかセクションを通過するときにこう短絡しちゃって、機関車が壊れちゃうんで、基本はパンタグラフ1トットしか上げないそうなんです。で、直流の電気機関車を2つ上げるらしいんですけど、交流区間走ってるのは時は1つしか上げないそうなんです。で、それをやったら言われて、で、ありえない。まあ、それもね、まあ、ぶっちゃけね、俺が個人で楽しんでて、2つ上げて走らせたいんだから、自由にさせろと思いましたし、あとはですね、逆にパンタグラフ上げてませんっていうのもよくありましたね。最近はね、もうパンタグラフ上げずに走らせちゃうことが多いですね。で、その様子を動画に撮ってアップロードするんですけど、なんでパンタグラフ上げないんですかってよく言われるんです。別にいいだろうってね。思います。実際どうなんですかね、壮行会なんか見に行くと、そのメンバー、そのグループにもよるかもしれないですけど、パンタグラフ上げずにね、壮行会なんか一般の人たちが見学してるような壮行会だとね、触って壊しちゃうとかあるから、パンタグラフ上げずに壮行会で走らせてるっていう多分グループとかあると思うんですけど、まあ、僕はそこまでじゃないんですけど、ただ上げるのがめんどくさい。1編成に3つも4つもパンタグラフ上げるのがめんどくさいし、走らせてもどうせこうへたってきちゃうから、最初から上げないずに走らせちゃうっていうのがあるんですけどね。まあ、そういうコメントもよくあります。あとはね、先頭車同士の連結面ですね。先頭車同士の連結面で、ヘッドライト、テールライトが今のやつは消せるようになってるんですけど、僕それもめんどくさいんで消さないんですよ。つけたまま走らせるんです。赤いライトと黄色いライトがね。で、西日本ですか、 JR 西日本はまあ連結面なんか転落防止のために光らしてるんですけど、一般的にはまあ実物は消しますよね。でも、まあ、僕はめんどくさいんでもつけたまま走らせるんですけども、それもね、消してね、消してね、ね、やったら言われますね。まあそういうね、僕の楽しみ方に対してね、それは違うとかありえないという意見が結構ありますね。細かいことで言うと、なんか列車の向きが違うとか編成がおかしいとかね、まあそういったのを言い出すと、もう数限りないコメントがたくさん来るんですけどね。まあ何度も言いますけど、実物通り再現して楽しむっていうことは十分理解しますし、そうやって楽しんでいただいても全然問題ないとは思いますが、それが正しい、それしかダメだって決めつけて他人に押し付けるっていうのは、僕はね、あまり良くないことなんじゃないかなというふうに考えます。あとはね、若い人が始めた趣味に対する、まあ、ハラスメントですよね、についてちょっとお話ししようかなと思うんですけど、特に若い女性ですね、若い女性なんかが趣味を新しく趣味を始めた時に、まあ、周りからこうわーっと言われるっていうね、特に女性は言われやすいということがあるらしいんですけど、まあ例で言うと、
まあ、これも模型、鉄道模型の話になるんですけど、まあ、ツイッターでね、ある若い女性が鉄道模型始めましたって言ってね、まあ、ツイートを始めたわけですよね。で、まあ、初めのうちはね、いろいろこう皆さんでね、ああ、こう、頑張ってくださいとか、楽しみですねとか、これいいですねとかっていう感じだったのが、まあ、それがね、この回を重ねるごとにですね、ツイート数がね、増えるごとにですね、まあ、やっぱり言われる、いろいろ言われたそうですわ。いろいろ言われたそうですわ。いわゆるですね、もうこの鉄道模型オタクがですね、余計なことを言うわけですよね。これはありえないとか、こんなんねえとかね、そんな扱いしちゃダメだとかね。まあ結局その女性はですね、もう鉄道模型が嫌になってですね、まあ、模型に関するツイートをね、しなくなったっていうね、まあ、そんなことがありますね。まあ特にね、趣味を始めたばかりの若い人にね、物申すね、おじさんとかね、おじいちゃんっていうのがね、多くなってるようです。まあこれね、まあ、これ一種のハラスメントですよね。何ハラスメントっていうか、ちょっとくくりは分かれないですけれども、まあ、特にね、その本人はね、アドバイスのつもりで行っているようなんですよね。だからね、悪気がなくてね、これがね、もうタチが悪いんですよ。僕はどっちかっていうとおじさんなんでね、そういう、ものを申す、若い人にものを申すってね、で、迷惑をかける、ハラスメントをする。まあね、気をつけたいと思います。で最後にまあこれちょっとね、一応喋っとこうかなと思います。まあ、僕なんかよくですね、あの模型の扱いが雑だってね、コメント欄でね、コメントをいただくんですね。まあ、この模型の扱いが雑ってことがですね、果たしてこの公共の福祉に反するのかってことなんですけど、まあ、これはあくまでも僕の意見ですけど、これは全く問題ないというふうに考えております。まあ、あくまで僕個人の持ち物をどう扱うかですね。で、さっきも言いましたけど、他人のものを壊しちゃダメですよ。他人のものを雑に扱っちゃダメですよ。ね。これは当たり前です。幼稚園児でも分かる。ただ、自分のものをどう扱うかに関してはですね、これは問題ないというふうに考えます。これもね、ちょっと前に、ツイッターで話題になりました。猫ちゃん、猫ちゃんに模型を壊させるお店。っていうのに対してね、いろいろ意見が盛り上がっておりましたけれども、まあ、これもね、まあ、お店、商売なんで、趣味の世界とは若干ちょっと、違ってきますけれども、まあ、商売っていうのもね、基本的には公共の福祉に反しない限りで営業するっていうのは自由なので、考えとしては同じだと思います。で、まあ、このお店に関してなんですけど、これもね、やっぱり僕の意見としては特に問題ないというふうに考えます。まあ、中にはですね、ツイッターいろんな意見が出てた中でね、いろいろ見てたんですけど、こういうのがありました。鉄道模型は職人さんが作った作品であるので、まあ、雑に扱うのはダメだと考えられないと、まあ、いう意見があったんですけど、まあ、これもね、確かにそうですけどね、まあ、あくまでもそれはその人個人の考え方であってですね、尊重もしますし、僕もそうだと思いますが、それをね、他人に押し付ける、勝手にルール化して他人に押し付けるってことは僕はこれダメだと。わかりますよ。気持ちはわかります。気持ちはわかりますけど、それはね、ルールにしてね、自分の意見を勝手にルールにしてね、そうに違いないって言ってね、ありえないっていうのはね、やっぱり僕はこれはね、良くないことだと思います。あとはですね、鉄道模型を雑に扱っていいと一般の方に思われるのが嫌っていうね、そういうのもあります。まあ、確かにそうですね、鉄道模型高級品ですし、ジオラマなんかね、作るのめっちゃ時間かかるんですよ。それを猫に簡単に壊される。あ、これ壊していいんだって一般の人がお持ち軽く思われたけど、これはもうすげえ大変なんだ、苦労して作ったものなんだ、ね、そういうふうに思わないでくれっていう意見もありましたけど、それもね、まあ、その人個人の考え方ですよね。そんな、うん、まあ個人の考え方ですね。それを他人にね、これ大変なんですよってお知らせすることは大切、いいと思いますけど、これをだから猫に壊させるのはけしからんっていうのは僕は違うと思います。あとはですね、猫が小さいパーツを誤飲するんじゃないかっていう意見もありましたね。まあ、これなんですけど、まあ確かにそうっちゃそうなんですけど、そんなこと言ってたら猫を家で飼うこと自体できませんよね。猫用のおもちゃだって誤飲しますからね。鉄道模型のパーツ誤飲するんだったら、まあダメだったらね。猫のおもちゃ、100均なんかで売ってる猫のおもちゃだったら誤飲しますんでね。そもそも猫を家で飼えないということになりますね。まあ、これに関してはね、自分の意見を正当化したくって、まあ、もっともらしい理由を述べてるだけだな、っていうふうに感じましたね。はい。猫ちゃんの誤飲なんて鉄道模型のない家でいくらでもありますからね。本当に。まあ、猫に鉄道模型を壊させたくないっていう理由としてはちょっと違うなっていう気がしましたね。
まあ、最もこれに関してはね、保護猫活動をしてみる方なんで、まあ、問題があれば関係者が対応すると思います。あと、衛生的にどうなのっていうのもありましたね。まあ、確かにそれもそうなんですけど、飲食店でね、猫って結構毛がブワーって、ね、広がりますから、衛生的にどうなのっていう意見はありますけど、まあ、それはね、ツイッターに言うんじゃなくて、ね、まあ、保健所に聞けって感じですね。はい。そういうのもね、すべてね、ツイッターで意見を言って、なんかいいねをもらったりね、共感してもらえると確かに、ね、嬉しいんですよね。でこう書き込みたい気持ちはわかりますが、本当にやばいと思うんだったら、自分で行動して関係者に連絡するのにね、自分でね、お手紙、なんですか、内容証明を書いて送るとかね、そういうことをしていただければなというふうに思います。はい、で最後に まとめましょう。ですね、まあ、僕は何が言いたかったかってことなんですけれども、まあ、根本的にですね、まあ、これはまあ皆さんよく言われることなんですけれども、他人の考え方を変えるっていうことはですね、まあ、無理だと思ってください。無理だと思ってください。まあ、できなくはないんですけども、まあ、それには相当の時間と労力がかかりますので、まあ、まあ一般的にはできないと思っていただいて大丈夫だと思います。でそれをね、できないことを無理やりやろうとするから人間っていうのはね、苦しむんですね。だから、まあ、相手の考え方っていうのはそういうもんだなっていうのをね、まず理解するっていうことが大事ですね。で、あとはですね、その自分の意見が正しくて他人の意見が間違ってるっていうね、そういう主張をされる方、そういう考えの方って結構見えると思うんですけど、まあ、それではね、はっきり言って独裁国家と同じです。北朝鮮のキム・ジョンウンですか？キム・ジョンイですか？まあ、ああいう方と一緒ですね。自分の意見が正しい。それ以外は間違いだ、ね。そういう独裁国家の元首となるような方は、まあ、基本的にそういう考えの方が多いと思いますけどね。で、僕自身はさっきも言いましたけど、自分の考えとは違う意見があるということをまず認めてですね、それを理解する。それがね、まあ、民主主義じゃないかなというふうに思います。はい、以上、趣味と公共の福祉についてお話をさせてもらいました。多分皆さんね、これに関してはいろいろ言いたいことあると思いますので、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。いや、大島、その意見は違うとかね、いや、僕もそう思いますとかね、どんなことでも結構です。下のコメント欄にじゃんじゃん書き込んでいただければと思います。はい、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。